まあ、いろいろ大きなメーカーさんとかといろいろ比較したり、まあ、あとは本当に安いところとか、まあ、本当にいろいろ10件ぐらいはいろんなところのメーカーさんもあって、どこにしようかなって悩んでたんですけど、まあ、やっぱり鈴木さんが一番の親身になって、相談に乗ってくれたというか、一番、まあ我々家族にとって何が一番幸せかっていうのを考えてくれたっていうことがちょっと感じたんで、それで選びました。まず基礎を見に行った時は鉄筋の入ってる量がかなり多くて、その前にもいろんな大手さんのところで基礎工事見たんですけど、本当に一番鈴木さんの鉄筋の量が多くて、だいぶ構造強そうだなっていう。あとは屋台がヒノキなので、入った時に、まあ途中ですが建築途中に入った時に、まあ、ヒノキの香りがすごく良かったとか、まあ、あと職人さんが本当に朝から晩まで頑張って建ててくれてたんで、本当に嬉しかったです。一般的に家は3階建てないといい家にならないっていうか、要望に沿った家にならないって言われると思うんですけど、まあ、1階目でかなり住みやすいというか、我々家族にとってすごく過ごしやすい家になったと思います。皆さんが何て言うんですかね、社長さんと気持ちを一つにしてというか、最初我々が鈴木さんに、まあ、ポイントをしたときは社長さんが一人で頑張ってらっしゃるんですけど、その間にその何て言うんですかね、まあ、スタッフさんがどんどん増えていって、皆さんが同じ方向を向かって家作りしてるなっていうのが伝わってきて、すごく良かったです。どんな家族難しいと思いますけど、まあ、それでは始めたいと思います。ご挑戦なんていうんですかね、家族を一番に考えられる家族におすすめと言えばいいのでしょうか。本当にいいと思います。